さあ、今日は天地人で有名な直江兼続の居城、与板城に来ました。その与板城の登山みたいな感じなんですけども、登り口が八坂神社、で隣が、お寺になってますね。さあ、早速登ってみましょう。直江兼続ってもう有名ですよね。天地人、久賀正史原作の天地人、上杉景勝の家老でですね、豊臣秀吉からも30万石の、贈与みたいな話もあったりとかですね、大変有名ですよね。ここ下の方が神社になってて、その神社を越えてから城の道がまた続いていくと。すごいな。ここはですね、縦堀って書いてありますけども、水を敷いてない空堀をしてですね、ここから90度に敵がこういっぺんに直線的に襲ってこないようにするために、垂直に直角にこう傾斜してるんですよね。でその下に竹が生えちゃってますね。これ全部竹やぶみたいな感じになってますね。今日はまあ雨上がってよかったですよね。これでもうびしゃびしゃだったらもうね、傘さしながらもう何が映ってるかもさっぱりわからない状態ですもんね。綺麗なとこですね。ほんとちょっとしたハイキングコースですよね。杉なんかももう、うわーんともう、何十年も、どころかまあ、ね、100年ぐらい生きてんでしょうね。まあ、あちらの映ってないところ、また垂直に傾斜したようにですね、空堀があちこちにあるんですけども、そうやってこう、大群が一度に押し寄せないような構造を人工的に作ってるんですね。こっちも多分そうですよね。通常城攻めには兵力、攻め側の方が3倍かかるって言われてますよね。で確実に落とすなら10倍必要なんですよね。次の区画が見えてきましたね。こうまた別の車が見えてきましたね。クルワって言うんですよね。区画のことですよね。土塁とかお堀などで一区画というか一囲めっていう感じの意味です。さあ、だんだんゴール近づいてきましたよ。静かだな。今日は誰も人がいない。汚染清水という案内標識があります。汚染というのはですね、兼続の奥さんの名前ですね。ちょっとせっかくなんで行ってみましょうね。あそこに小さい看板が見えますけども、あの辺に湧き水がなんか出てたようです。今どうなんだろう、枯れちゃったのかな。まあここ上の方がちょっと沢みたいになってますよね。傾斜してて谷間があって、多分ここら辺に水が集まってたんでしょうね。
で、ちなみにですね、おせんは、影勝より3歳年上の奥さんなんですけども、2代藩主の方がですね、おせん大変信頼しててですね、米沢藩にいるときは3000石を与えられてたそうなんですよね。じゃあちょっと先に進んでいきましょう。さあちょっと休憩しましょう。あと残り 100m ですけどもね、もう汗だくだくでもう息切らしてはね、ちょっと実況にならないですからね。まもなく着くんですよね。さあもうすぐ着きますよ。ここからも景色見えますね。さあ皆さん着きましたよ。いかがだったでしょうかね。もともと兼続はですね、婿に入ってから元与板城っていうところにいたんですけども、まあこっちの方が守りというか実務とかにも実践的だったのでこっちの方に移ってきたんですけどもね。ただご存知のように上杉景勝がですね、会津の方に違法されたのでですね、それに伴ってここの城は廃城になりました。まあ皆さんこれを機会にですね、よかったら天地陣をぜひともまた見返してみるのもいいと思います。前半は特にハイライトシーンみたいなのがあったりとかして面白いですからね。じゃあまた来週ぜひとも私のチャンネルに遊びに来てください。ありがとうございました。